はい、どうも、おこしやすつらラン。さあ、このようにラフで書いて、で、消しゴムをちょっとかけて、線を、弱めます。で、かけたらですね、こう、垂らし込みっていうんですけど、濡れたところにこう、墨を、置いて、まあ、自然な流れでね、ちょっと、独特の効果を出す。まあ、日本の伝統の技法ですよね。俵屋宗達が考えたと言われています。本当にもうこうやって予想外の流れを楽しむっていう感じですね。で、まあ、いきなりこうやって書き込みが進んでるんですけどね。何のことあれへん、これ。動画撮影忘れてて。ね。こんだけ進んでしまってますが、このように、ぼかしとかを駆使して立体感をつけていきます。鼻緒のね、このなんか濡れた感じをこう再現できたりですよね。まあ、書き込みをどんどん進めていきます。濃いところを濃ゆく、そしてまあふわっとしてるところはね、ふわっとした感じに、普通やな。はい、このように毛も面相筆の一番細いところで描いていきます。これでふわふわした感じが現れてますよね。で、最後にね、まあ、ちょっと早送りになってますけど、ちょっとこうまた気になるところを垂らし込みで細くしていく感じです。で、背景をちょっと整えて、サインをします。つららーんと。はい。はい、完成です。ありがとうございました。また。